女優の原菜乃華が1日、自身のインスタグラムを更新し、ヒリリとしたメガネ姿を披露した。原はこの日、フジテレビ系、戦力、脱力タイムズに出演予定。画像は収録時の控え室前で撮影したと見られる。原は同局で6月22日、同29日には特別編まで放送されたドラマ、ナンバ MG5 で主人公、ナンバ5、間宮祥太郎、の妹、凛子を演じていた、脱力タイムズではゲストがメガネを着用して登場するのが定番。原もヤンキー一家に育った凛子とは正反対のスタイルを披露した。ある、原は、大好きな番組なので嬉しい。ぜひご覧ください、とアピール。フォロワーからは、メガネ姿に合いすぎて可愛いすぎる、こんな家庭教師に教わりたい、とイメチェンを喜ぶコメント。一方で、ナンバ MG5 の印象が強かったのか、メガネ銀子ちゃん、最後に銀子ちゃん、と、銀子、呼びも多かった。原は2020年に出演した映画、サイの声で悲劇的な運命をたどる中学生を熱演し注目された。昨年は日本テレビ系ドラマ、真犯人フラグで相良家の娘、光を演じるなど注目を集めている。